皆さんこんにちは。こんにちは。チームココです。私の髪でびっくりした方はいるかもしれないんですけど、ちょっとまあ、大会2週間前でこうなってしまったので、1週間前にはもうちょっとマシな髪色になります。今日はプライベート Q&A やっていきます。前回はスケートバージョンで、今回はもうちょっとスケートに関係ないことやっていきます、準備よろしいですか？はい、行きましょうか。大体本読んでお風呂に入って結構お茶が飲むタイプなので、練習なかったらそういう感じです。なるほど、はい、家の中です。はい、練習なかったら私も家で、タチさんがアニメを見てます。うん、まあでも楽しいこと、家でできることするとナルトとワンピースをまた一から見てるのと、ネットフリックスの異世界おじさんがおすすめです。スケートの時はなんか結構みんな若干やっぱテンション下がってる気がする。晴れの時の方がやっぱやりやすいよね。はい、コーヒーを飲むことです。水の前に、うん、おブラックですか、ラテですか？ラテです。ラテ、何のミルクと混ぜるのがベストでしょう？まあ最近はプラントベースのミルクを使ってます。ナイス。ちょっと体に優しいかなと思ってますし、牛乳はちょっと自分は苦手なので、私は起きて速攻で骨を鳴らしますここがなんか詰まってる感じがするから、パキッパキッ。うーんマジランダムクエスチョン。まずお花好きですか？バラは一番綺麗だなと思っていますけど、カロンバインというの、日本語で全然わからないんですけど、子供の時から綺麗だなと思ってます。私はお花大好きで、一番好きなお花はアジサイです。これは結構ずっと言ってて、小さい青とか白とかのお花が集まって大きな一個になるっていうのがすごく好きです。ちょっと桜も若干そういう感じがあるから、そうですよね。あんまり大きいお花というのよりかちっちゃいのがいっぱいっていうのが確かに桜がいいな。お花見したい。まあバラより桜は、ね、変更まあ両方です男です。え、なんで、もう一回同じ性別でいい感じで。あ、そうなんです。私は人間以外がいいから男の方が。なるほど。ワンちゃんとか。そうだね。なんか鳥さんとか人以外がいいです。まあそのリフトの感覚は一番面白いんじゃないかな。同じ答えだ。なんかこういう感じは全然その感覚わからないから、リフトされてみたい。はいはい、私はリフトしてみたいだったどういう気持ちとかどういうとこに重力を感じるのかとか、次の日に生かしたいみたいな。うーんリフトだって2人とも。次行きます。葉月さん大好きです。そうですね。なんか演技とかかっこよさも好きだったけど、実際にお話ししてみての人柄がとても、あ、こうなりたいなって、すごいオープンマインドっていうか、まあ関わったことない方でいうとローラさんがすごく好きで、サステナビリティ意識したブランドも立ち上げてたり、かっこいいなと思ってます。最近フローレンスピューというの、え、顔見たらわかるかな。わかる。見てみたいと思う見たら多分わかる、ね、はい。考えてます。その間にじゃあ答えます、うん、千鳥岡山出身の大スター大先輩とチョコレートプラネット大好き6秒クッキングかまいたち、トレーナー欲しいズンのイオさん大好きです。ブラブラスさんです。コメディアンかな、まあ、なんかコメ、YouTuber は若干コメディアン、はい、ブラスさんだそうです。フィギュアしか覚えてないか、まあ、なんか日本とアメリカの制度が違うっていうこともあって義務教育の人と、お家で勉強できるやつって何て言うんだっけ、ホームスクーリング、ホームスクーリングとか、はい、あ、半分半分とか、そうそうそう、いろんなパターンがありますので、学生時代っていうのが全く一緒ではないんですけど、はい、私は何かな、
高校生の時にアイスダンスに移ったんですよね、うん、パートナーが神奈川にいるからあんまり行けなくなった時に、うん、友達がみんなで応援 DVD を作って、なんか陸で滑ってるみたいな、頑張れ美里みたいなのがめっちゃ嬉しくてまだ持っています。はい、これはティムさんにですね、まずは、ネットはすごく便利だと思いますので YouTube だったりとか、まあ、いろんな勉強仕方があって、その後はちゃんと、先生と実際に、レッスンしていただいて、まあ、結構一番大事なのはなんかその方向だけじゃなくて、なんかいろんなところから聞くこととか、本を読むこととか、なんかアニメを見ることとか、もちろん喋るのがもう大事なので、まあ本当に YouTube でいろんな、なんか無料で、すっごくいい勉強できるチャンネルがありますので、おすすめのチャンネルとか、ジャパニーズアーモー with the Misa というの、多分英語もすごくできる、だから英語知ってる人たちが、それから、日本語に勉強したい方はすごくおすすめです、ティムもどっかでやってほしいです英語 with Tim とかここから、言語に対関する質問とかがあって、今度は英語で答えていただきたいと思います、はい、スベトラナちゃんからThere's a lot of beautiful places in Indonesia、Recently, there is a main part of Montreal Island, and then just across the river, there's a place called Verdun. It's one of the ice rinks where we skate sometimes. And there's a street called Rue Wellington. There's all kinds of little restaurants, little coffee shop, like family-owned grocery stores. I really start to like that area a lot. Yeah. Rue Wellington. Bossa というのイタリア料理の。なんかそこでめちゃくちゃ美味しい食べ物もありますけど、なんか商品もあって、なんか自分でパスタとか買えれるから結構いい感じで、2人ともなんかイタリアで住んだことありますので、ちょっと real Italian food we can also buy there, so it's very nice. Yes, so I recommend Bossa in Verdun. Okay. So interesting that I chose like,I have a similar taste. I'm gonna say Jantalon area. Because there's like a little Italian shops, like a little Italy around there. And then there's a market. Italian with the fresh, market. Fresh、vegetables, fruits. So that's my favorite place. So we found some like Italianness. Somewhere in Kyoto. Your favorite one in Jantalon is called Milano, right? Milano. Milano grocery store. It's real. Yeah, you can get the real stuff. It's very good. Definitely island to me. Last year we had a kind of a funny situation that we were stuck in the US for a while because we were still not sure when we could go to Canada, but Misato doesn't have a special visa for the US because typically we're either in Canada or Japan, so we needed to renew her ESTA status and last year with the pandemic there was still quite a lot of restrictions for a lot of places and the PCR test, and so、The cheapest flight we could find with the least amount of difficulty for a weekend we found was Ireland. So we went to Ireland for 4 days, 3 days. And the first 3 days we didn't have our bag. Yeah, our luggage was lost. Yeah. So we were only there for 3 days. And no makeup, wearing same clothes, but somehow met Hiro-san, which is our friend, and his husband.We met some friends, we went to sightseeing, always in the same clothes. All of our pictures are in the same clothes. I got Irish socks. Yes. It was very fun. Yeah, it was a good time. So it was actually not the time we would plan to take a vacation, but it was a fun trip. Yeah. Next.行ったことないですよね。行ったことない。 We wanted to, like, when Four Continents was happening in Australia, I was so excited. Yes. And,
sadly it didn't happen yet. Yeah. I hope one day. But I heard from our friends Chantal, skater from Australia, told me that fairy bread is good. Fairy bread. Yeah, maybe we can try some fairy bread. We can try. Mm. And for sure, if I can be there, I wanna see a lot of nature that I don't see in Japan. Yeah, me too. There's like so much wildlife in Australia that we don't have in other places in the world, like kangaroos and wallabies, koalas. I would love to visit, but unfortunately we didn't have the chance yet, but hopefully soon. Next question will be asking for you again. So since I was a young boy, I was always watching fantasy and sci-fi movies and books, and I remember when I was 10 or 11, no, maybe 9, there was the Lord of the Rings, Fellowship of the Ring was coming out, and I saw the movie trailer, but I was quite young, so my mom, she wasn't sure if it was okay for me to see because she wanted to make sure I wasn't too scared or something. Okay. So she said, you can go see the movie when it comes out, but only if you read the book first. So in about 10 days, I read the whole Lord of the Rings front to back, and from then I played a lot of Final Fantasy video games, a lot of sci-fi fantasy stuff. So ever since then, I've really been interested in writing, and I think I'm on my third book, but for now it's just for me. But I've written two already over 100,000 words, which is pretty big. So hopefully in the future I'll have some fantasy and sci-fi for you. Do you sometimes increase figure skating? No, never. No. Please. No. Maybe no, one day. It's that's my regular life. Okay. It's not something fantasy. Yes, not a fantasy. Okay. Not anymore. Our dreams coming true. Documentary. Maybe. It could be interesting. Yeah. Next is. Yes, I think it was for my Instagram picture when I asked the question. It is. And I was pretty boyish because of my brother. Hi, Sugi. Mama desu. Yeah,今見てもらったように。だけど、二人とも喋るときに両方日本語と英語混ざるから、バスの中とかで喋ってると、他の日本人の子が、ちょっと聞いてて笑ってたりする、あ、今混ざったとかでもレッスンしてくれた時は結構英語しかないなのでスケートのレッスンは英語しかないです、英語と最近はまあモントリオールだから若干のフレンチでもフレンチ勉強したいですよね、友達からですね、タイロック好きな国は日本ですすごい大好き、まあ、理由を挙げればいっぱいあるけどでもやっぱり好き住みやすいし、そうですよね。楽だし、安定できるかなと思ってます。で、イタリア拠点とカナダ拠点の比較は、カナダとはいえ、モントリオールは若干ヨーロッパ色の強い土地で、国語がまあフランス語と英語、なので、めちゃめちゃ違うかって言われると、自分的にはこっちの方がビザを取るのに、私はちょっと困ってた時があったけどでも普通だったら ETA があるので、180日まで入れるっていうのは楽なんじゃないかなと思います、どうですか、イタリアとカナダ。まあやっぱりカナダの方が好き、俺が、なんかイタリアに住むのが結構、まあ、いろんな美術館とか、めちゃくちゃなんか綺麗なところがあるんですけど、やっぱりその時差が2時間だけ なので、結構カナダの方が好きだなと思ってます、ちょっとまだスケート以外のお友達をいっぱい見つけれてるわけではないので、早くホームにしたいなって。そうですね。新横浜には4年半住んでました、16から、おすすめのレストランはラーメン博物館、ラーハクです。結構時間かけて行きたいところで、ラーメンの博物館だから、昔の街並みにラーメンがいっぱいあるんだ、ビーガンラーメンもあるし普通のラーメンがあるので一緒に楽しめるのがいいと思います。推してるグループに関しては、まあ、もちろんブラックピンクと BTS が好きで、ちょっと若い方だったらエスパ
というの女子のグループと、NCT という男性のグループと、最近 Stray Kids というのグループも聴いていますし、結構いろんな方を聴いてますけど、はい、私は全然知らないからティムにいつも教えてもらってますそうだね、まあ音楽がすごく大好きなので、なんか毎週ぐらいなんか新しい曲を見つけたみたいな感じで、なんかすごくなんか趣味としてはすごく楽しいだなと思っています。言語よりなんかそのメロディーとか感じるの方がすごく大事なので、どの言語でもどこから聞いてもすごくいい音楽はいい音楽ですよね。なるほど、すごい次はちょっと今のと絡んでて、一番好きな曲は難しすぎるけど、最近、NCT Dream の Rainbow、 最近めちゃくちゃ聴いてます。なんか柔らかい感じで、まあ、いつも自分がいるっていうのメッセージをがありますので、でももうそろそろ、NCT 127の新しいアルバムが来ますのでぜひ聴いてください。はい、日本人のメンバーも入っていますので応援してます。なるほど、はい、 We love ヒカル歌だ。 Yes、 ティムのお誕生日プレゼントはヒカルさんのレコードでした。ヒカルさんの曲で一回滑ろうとしたの、桜流し。そう、桜流し、まあ、好きなんだけどめちゃくちゃ寂しくない？そう、でもだから美しいみたいなところもあって、そうだね。だけどアイスショーで滑るのに、はい、小田さんの曲にするか桜流しとか迷ってて、他の曲で迷ってて、はい、届けたいメッセージが小田さんが買っちゃってでも保留中。特になんかコロナのいろんな大変なこと、ちょっと寂しすぎたね。でも滑りたい、はい、次はちょっと私に関しての質問が続きます。こだわりコツは、なりたい像をイメージして始めること。なんかどこに行くか分かんないのに書いててもわけわかんないから、 この人のアイラインが好きだったら一回それを見ながらやったりとか、ゴール決めてやる。資生堂のラッシュカーラーは昔から使ってる。そう、あとはこれですね、最近はアセティアさん、これ超いい香りでよく使ってます。とエルフはビーガンコスメで超いいですね。エルフでいいわな。エルフいい、うん、あの大会とかでもしっかり使ってます。すごい。ビーガンについての質問が続きます。はい。あんまりしません。ネットで例えばビーガンスペース渋谷とか入れたらすぐ、まあ、あんまり苦労しません。探すサイトは V クックとかベジウェルとかビーガンスペースレストランとかで調べたらもうすぐ出てくると思うし、インスタでハッシュタグヴィーガンレストランって入れたらいっぱい出てくると思います。いつもミサトがおすすめしてるから一度もなんかありがとうございます。行きたいところを、はい、セーブしとくのが趣味。最後のクエスチョンになりますね。難しいスケジュールなんていっぱいすぎていっぱいある、ね、毎日衣装だから。いつもありがとうございます。いつもありがとうございますは一番大事だと思いますし、未熟でごめんなさい。いやいやいや今は7年目ですね。そうです、ね、一緒に滑ること、これからもよろしくお願いします。いろいろありがとうございます。いろいろすりません。マジシンプルに尽きるね、それがすべて。ファンの皆さんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。また頑張ります。よろしくお願いします、はい、私の芸人さんの一つやって終わる。うん、忍法メガネ流し、ね、新しいエンディングバイ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 。